それでは新加入選手紹介第6弾やっていきたいと思うのですが、今回はこちらの選手、後藤祐介選手。清水エスパルスより加入のフォワードのプレイヤーです。まず大分サポから愛された生え抜き選手、俺たちのコレアドール。まず後藤選手の経歴についてなんですけど、高校からは地元の鹿児島を離れ、大分トリニータのアンダー18に所属していました。大分の下部組織といえば清武選手、西川選手ら名プレイヤーを多く輩出しているのですが、ここで一つ下の北部選手と共にプレーしていたんですね。そんな後藤選手は大分ユースでプレーした後、無事にトップへ昇格を果たし、一度レンタルはあったものの、2020年に清水へ移籍するまで大分のために戦い続けました。長いですよね。で、皆さんご存知の通り、近年の大分、J1 昇格もあれば J3 降格も経験するなど、その歴史はまさしく波乱万丈だったわけですよ。その酸いも甘いも後藤選手はチームと共に経験し、目に見える数字という結果も残し、さらに下部組織出身の生え抜きプレイヤーだったと。これは必然的にサポから愛されますよね。実際後藤選手の大分サポからの愛され具合はとてつもなく、清水移籍時にサポーターへ最後の挨拶をしたそうなんですよ。本人の希望で急遽設けられたため、前日の夕方に告知されたらしいのですが、クラブハウス前にはなんと約700人が集まったそうです。半端ない。また当時の愛称は俺たちのコレアドール。コレアドールとはポルトガル語でストライカーの意味なんですけど、この愛称はちゃんとにも使われていたと。まあ、僕の経験上、ちゃんとで俺たちのがつく選手、大体サポから愛されまくっている説というのがありまして、まあ、この辺りからも後藤選手の人気ぶりがわかります。コメント欄とか見ててもね、本当にすごくて、いつでも戻ってこいとか、すごく愛されてるんだなって感じました。ただ決して数字だけが人気の理由ではなく、内面についてもこの後話していくのですが、山形でも同じくらい愛される選手となってほしいですね。お次に、過去に J2 で得点量産の経験あり、自信と感覚が鍵。少し前から J2 を見られている方ならご存知の通り、後藤選手の実績は正直今年のモンテラと頭一つ抜けています。ここまでリーグ戦で3度のハットトリック、3年連続の2桁ゴール、当時の実質的な J3MVP であったマイアウォーズ MVP を受賞、2017年には17得点を叩き出すなど、モンテの歴代選手を見てもなかなかこんな選手はいませんね。やっぱ1年だけの活躍とかじゃなく、継続して結果を残してきたことからもゴールを生み出す感覚を人並み以上に持っている方なのは間違いないんですよ。この感覚は絶対に失われることはないものです。ただそんな後藤選手も数字という面だけに関して言えば、最近は少し苦労していて、清水での3年間は3ゴールと悔しい結果となっています。まあ後藤選手はゴール以外での貢献もすごく大きかったんですけどね。でもちろん僕からすると、後藤選手はスーパースター、月とすっぽん、天と地の差なので大変おこがましいのですが、本人も冗談半分でメンタルが弱いとおっしゃってたんですよ、自身のことを。多分自分自身初の移籍でその結果への焦り、チームとしてもなかなか結果が出ない焦り、残留争いのプレッシャーとかも結構あったと思います。でももし本当にね、メンタルがプレーに出やすいタイプの選手だとしたら、僕はこの移籍が相当後藤選手にとってポジティブに働くと感じております。心機一転、環境を変えてゴールを量産する自信と感覚、どちらも再び戻った時、後藤選手が輝きまくること間違いありません。続きまして、ボスとの信頼関係と気になる起用ポジション。そんな清水時代に監督として後藤選手を重宝していたのがクラモフスキー監督なんですよね。僕も J1 での清水は全然置いてなかったので詳しくは分からなかったのですが、かなり信頼は厚かったそうです。きっと今回も
ボス側から後藤選手の獲得リクエストが出たんでしょうね。ですので互いの信頼関係や特徴の把握は言うまでもないので、クラマフスキー山形のスタイルに馴染むのもかなり早いと思われます。ただ読めないのが起用されるポジション、大方の予想はトップ下だと思うのですが、最前列やサイドもできる後藤選手ですので、ここは始まってみないと分かりませんし、シーズンが過ぎるごとに変わる可能性も十分あるでしょう。僕個人的には甲田選手のようなトップ下兼インサイドハーフでより、同じ2列目でもさらにゴールに近い位置でのプレーが見たいなと思っております。ここは始まってみてからのお楽しみですね。次に後藤選手のプレースタイルに移るのですが、近年の山形に少ない2列目からの裏抜けが武器。僕がよりゴールに近い2列目での起用を押す一番の理由なのですが、スペースを見つけて抜け出すのが非常に上手な選手なんですよ。それこそ大分時代はセンターフォワードが流れて生まれたスペースに2列目から後藤選手が抜け出し、ビッグチャンスを作る場面も多かった印象です。で、この後藤選手の特徴を最初に紹介させてもらった理由の一つが、山形に足りない要素だからなんですよ。ここはチームのスタイルや監督の指示もあるので、外野の僕は一概には言えないんですけど、個人的にはもっと2列目から飛び出していく場面も見たいなと思っています。裏へ抜ける動きがあるから相手も動くし、スペースも生まれるので、僕が個人的に山形に足りないんじゃないかなと思っていた要素を武器として持っている後藤選手には楽しみしかありません。続きまして、無理が効く体とゴールへの嗅覚が生み出すゴラッソの数々。後藤選手が多くのゴールを生み出してきたのはここまでの話で分かっていただけたと思うのですが、ゴール自体のインパクトも凄まじく、衝撃的なゴールを多く決めてきました。かつて山形もぶち込まれたような強烈なミドルや、サイドからのクロスへのバイシクル、オーバーヘッドですね、あとはスペースへのアーリークロスを体ごと飛び込みながら空中で足で合わせたり、今度は後方からのパスをワントラップで振り向きながら振り抜いたり、もう一言で表すとベテラメなゴールがめちゃ多い。これを見る限り相当体に無理が効くんだなと、バネがすごいんだなと思いますし、ボールへの体の反応、嗅覚も凄まじいんだなと感じさせられます。なんか夢のあるストライカーですよね。ちょっと天然でピッチでは衝撃的なゴールを生み出すって漫画みたいで、誰しも一度は憧れるタイプじゃないですか。それをリアルに体現している後藤選手には楽しみしかありませんし、山形でも衝撃的なゴールを決めてくれることに期待ですね。続きまして、使い使われ存在感を発揮する癖の弱いストライカー。僕今回こちらの動画を作るにあたっていろいろな記事とかインタビュー読み漁ったんですけど、後藤選手のことを癖の弱いストライカーと表現している記事があったんですよ。僕的にはこの表現がすごく腑に落ちたんですよね。サッカー面では得点力を持ち味にする一方、献身的な守備やチームのために走る姿とか、味方のためにスペースを作ったり逆に味方を使ったり、こう使い使われ存在感を発揮するんですね。やっぱストライカーといえばエゴイストというか、俺が俺がみたいな部分強いと思うんですけど、いい意味で後藤選手は少ないのかなと。もちろんないわけじゃないですからね。味方をしっかり使うし意識するし、後藤選手の特徴的にも一人でプレーを完結させるタイプではないので、その分人と合わせるのがめちゃくちゃうまいです。ただ僕が癖の弱いストライカーに納得したのは、サッカーだけでなく内面の部分、超優しい方らしいんですよ。かなり静かでメンタル弱いって過去に冗談半分でおっしゃってましたけど、なんかフォワードっぽくないんですよね。他にもある記事では夜7時には寝てるっても言ってましたから、そんななんかこう癖が弱くてフォワードっぽくないところが逆に強烈な癖に消化されている感はありませんが、今回僕も調べてて、そんな後藤選手のねファンに気づいたらなってしまいました。
最後に兄の一言、山あり谷ありの経験を還元してほしい。ここまで紹介してきて、大分時代の JFL へのレンタルや降格、昇格、清水での降格や自身の苦しんだ経験、その全てがチームとしての財産になると思ってます。僕も何度も言ってますが、経験ってのは一朝一夕で手に入るものではありませんし、すごく貴重なものなんですよ。それを後藤選手には存分に還元してほしいです。特に昇格の経験、大分時代にね2回経験してますし、今の山形は若い選手が多く、昇格を経験した選手は超少数ですしね。一方逆に苦しい時期を過ごしてチームがどうあるべきかも知っている選手で、清水時代のインタビューで、もう本当に嫌なんでバラバラになっていくのが、それだけは一番嫌なんでとコメントしているんですよ。この言い方的に、過去にチームがバラバラになっていく様を経験しているんでしょう。いい経験、悪い経験、どちらもたくさん味わってきたんだと思います。本当に多くのものを後藤選手は持っていると思うので、ベテランとして山形にどう還元してくれるのか、そしてそれがどうチームへ変化を生み出すのか、ピッチ内外での後藤選手の活躍に期待しましょう。ではエンディングへ行きましょう。はい、ということで後藤選手の新加入選手紹介動画、いかがだったでしょうか。まあ、近年の山形は若い選手を、まあ、J3 だったり J2 の下位チームから引き抜いてくること多いんですけど、これだけ実績のある選手が、まあ、今シーズンエスパルスは J2 落ちちゃいましたけど J1 から移籍してくれたっていうのは本当に大きいですし、これはもう完全に僕の予想なんですけど、契約年数的にもおそらくフリー移籍なんじゃないかなと思ってるんですよ。それで後藤選手クラスが獲得できたっていうのは本当に大きいですよね。期待してしまいます。でなんですけど、一応今回の後藤選手で今シーズンの新加入選手紹介動画は終了となります。本当はね、他の選手たちも作りたかったんですけど、どうしても調べてもあんまり情報が出てこなかったりだとか、あとはかつて山形でプレーした経験のある選手なので、まあ皆さんきっと僕が紹介しなくてもね、その選手たちのことはよく分かっていると思います。いよいよ開幕もう目前ですので、だいぶ気持ち高ぶってますが、まずは甲府相手にしっかり勝利を収めて、開幕序盤から流れに乗ることを祈っています。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の動画も楽しみに。それでは。